just having sound of waves and a beer. It makes me happy. 波の音とビール、それだけあれば人生幸せ。Hamas monologue, Seaside Oyazi. Oyazi means Middle East guys in Japanese. Thank you for watching. 海辺に住む親父の独り言、ハーマの YouTube チャンネルへようこそ。今日はね、10月26日、今朝の7時56分です。It's October 26th, 7:56 a.m. 今日は土曜日なんですね。まあ、お休みの方もね多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、後ろでもね今釣りしたり、あとまあサーファーじゃないな、ボード積んでないからな、まあ、結構ね、今干潮ですね、潮が引いてます。この間の台風でね結構この辺もやられましたので、まあ、私の後ろのねフェニックス君もまだ倒れたまんまです。でここにアクセスするあの道もちょっと今崩れかかってましてね、あれ以上崩れたら多分ここまで来れないですね。で道直さないと。まあ今ね、そんな状況なんですけどね、彼はサーファーかな、いや釣りだな、彼も釣り人ですね。投げ釣りをねしに来たみたいですね。まあそこの岩場で釣るのかな。まあ結構ねいろんな魚いますからね、私もここに夏潜ったんですけど、もう割といますよ。ウツボとかいましたからねあの割とだから面白いんじゃないかなって思いますね。もうかといってね釣り人がいっぱい来るとね、まあ、ゴミの問題とか、まあ、いろいろまたね、あと漁師さんもねいますから、まあ、どうなんでしょう。私は釣り自体はね、まあ、首釣り以外はしたことがないんで、はいそれでね、あの今東京モーターショーって、やってるんですよね。あの私が若い頃だから今からもう40年くらい前は、モーターショーって楽しみでしたね。まあ、ニュースで話題にもなりましたしね。当時は晴海とかあと幕張ができたばっかりだったのかな、ちょっと遠いんですけどね、私も千葉までわざわざ車に乗って行きましたね。当時はねギャランの VR4 っていうのがあって、ツインカム4バルブ4ウィールドライビング、それから 4WD かな、 4WS とかね、そういう VR4 なんていうのがあって、ディアマンテだったかな、ディアマンテ、でそういう車が出て、でも今ないですけどね、ディアマンテなんて車はね。私は初めて乗った車が、三菱のランサーターボ GSR ターボっていうのだったもんですから、割と三菱が当時好きで、まあその後はねホンダに乗ったりトヨタの86も乗りましたし、BMW はほぼ全車種自分で所有しましたね。まあ、X3 とか X5 とか X6 は、持ったことないですけどね、1シリーズ2シリーズもないですね。2シリーズは最近ですからね、3シリーズ4シリーズも最近ですね、5シリーズ6も乗ったことないのか。でも7は E の6566と、まあ、新車で何台か乗り継ぎましたね。で今は軽自動車、とうとう軽自動車ですね。まあ仕事で、まあ、いろんな車を売りました。まあ、ベンツも、ロールスロイスもベントレーも、フェラーリ、まあ、それこそいろんな車ね、トラックもイスズのトラック、フソのトラックとかも売りましたし、まあ、バスは売ったことないのかな。マイクロバスはありますけどね。まあ商売でしたからね。
でも最近ここ本当半年くらい軽自動車にとうとう乗るように、とうとうって言ったら怒られちゃいますけどね、 軽乗っておられる方に。でも私にとってはとうとうだったんですよ。とうとう軽か、軽しか乗れねえなって。でもまあ乗ってみて思うのはね、確かに狭いし荷物積めないしねまあでもね、今の私にはこれで十分かなって思います。で本当にふと気づいたんですけど、私車は嫌いじゃないですよ。つい最近までね、祭り、四国の祭りが、田舎の祭りでね、何度も帰ったことあります、車乗って。それも思いつきでね、よし帰ろうと思って、車があるとね、いつでも帰れるじゃないですか、夜中でもね。車があれば自分でハンドル握って、ステアリングを握ってね、ガソリン入れて、そうすれば自分のね好きな時に自由に帰れるわけですよ。750キロ、そうですね、 BM の7で750で帰った時は8時間かかんなかったかな、750キロ。まあ途中1回くらいトイレ休憩したくらいで、あんまり疲れもしなかったですね。でももうこの年になると、まあ軽自動車で帰ろうとは思わない。でも軽自動車もね、親戚が買ってくれて、あれ三菱の EK ワゴンだったかな、軽で帰ったこともありますよ。しかも途中で雪が降り出してね、冬だったから、まあ、軽の新車を納めたこともありますし、まあ、四国にも何台かね、まあ、親戚が買ってくれたりして車を持って行ったこともありますから。でもね、もう今はね、飛行機で、まあ、高松か松山、まあ高松でしょうね、まで、まあ、だから羽田まで車で行って、で羽田から飛行機に乗って、で高松でレンタカーを借りるって、今そういうスタイルですね。もう何でかっていうと、まあ一番はやっぱり疲れちゃう。であと、まあ、若かったから良かったんでしょうけど、途中で何度もね意識がなくなるんですよね。だから750キロはね、まあ、8時間で帰ってきて、でもね気がつくとね、あれ俺どうやってどこ取って帰ってきたのかなっていう風にね、まあ、50を過ぎたあたりからなるようになって、まあ、それまでは運転すること自体が楽しかったですからね、ドライブすることが、まあ、ファントゥードライブとかって言いますけれど、フロインドファーレンとかって言うんですけれど、楽しかったですよね。で今はね、それよりまあ飛行機に乗って、まあ、ビール飲んでるとかね、まあ、シャンパン飲むとかね、新幹線乗ってお弁当食いながらね、ビール飲むとか、駅弁食いながらね、で新幹線も早いですね、今四国までもう 4,5 時間で帰れるのかな。この間も今年の夏ね、ほんと久しぶりに軽自動車で軽井沢まで行きましたけど、でやっぱり土砂降りの雨だったんですよね、夜中で。やっぱすごい疲れましたね。まあ次は新幹線の方がいいかなとかも思ったりもするんですけどね、向こうでレンタカー借りられればね。で電車とか乗ってればね、まあ早い話がこうスマホで、まあ最近でもね、スマホもやんなくなっちゃって、年取って寝ちゃってますけどね、電車乗ったらすぐコテッと寝てますね。楽じゃないですかっていう風になったのは私だけなんですかね、まあ、私が年取ってジジイになったからっていうのはもちろんあると思います。ただ今の若い人たちはどうなんでしょう。私が若い時みたいに、ワクワクで免許を取ってね、18になったらまあ免許取って、でローンで車買って、まあ親にねキャッシュ買ってもらうやつもいるんでしょうけど、でドライブに行くのがもうワクワクするわけですよね。で彼女ができたら彼女とドライブ行きたくてしょうがないって、今の時期だったらもうね、スキー、そろそろスキーだなとかね、夏だとサーフィンだなって、ああいうワクワクが今の若者に果たしてあるのかどうなんでしょうか。
だから東京モーターショーなんて多分入場者減ってると思いますよ。少なくとも昔みたいに盛り上がってないですよね。まあ今北京とかの方は、上海とかね、上海なのかな今中国は、あとインドとかでもやってると思うんですけど、そういう国では盛り上がってると思うんですけど、あとアメリカだとデトロイトですかね、でドイツだとフランクフルトかな。でももうおそらく先進国ではあんまり盛り上がってないんじゃないですかね。だから正直な話、この間本当つくづく軽井沢行って思ったんですけど、 AI カーって早くできねえかなって思いましたねAI カーになったら車乗ってビール飲んで寝ててもいいんですかね。そういう時代が早く来ないかなって不謹慎なことを思ってしまいました。時代はね、変わってるんだと思います。それも急激な速度で変わっていってるんだと思います。だからモーターショーなんか、まあ昔はレースクイーンとかね、そういうのをねこう見るのも楽しみだったりしてね、そういうのもありましたけど、今、まあ、ネットで動画でも YouTube に上げてくれてる人もいますしね、まあ、それで十分じゃないのかなっていう気もします。実際あのモーターショーとか行ってもその新しい車とか触らせてくれないですからね。あの私の友人でね、金持ちとかいるんですよ。それであの私は貧乏ですけどね、まあ自分でね最新新車をその買って、ただまだ日本に入ってきてないから、でまあモーターショーに展示させてくれないかって、実はもう売れてる車なんですよね。まあそういうやつもいますけどね。だからモーターショーに行って、まあ私も経験ありますけど、その高い車はまあ特別な招待状があって新車の発表、まあモーターショーがお披露目っていう車種もあったりしますんで、そういうのを特別に見ることができるっていうのもあります。だから通常はね、モーターショー行ったからって、乗ったり触ったりできる人たちが限られてたりはするんですけれど、ただまあ昔はねそれだってこう見るだけで楽しかったですよね。でいつかは欲しいななんて思ったんですけど、まあ、今東京モーターショーが11月の3日とか4日までやってんですかね、今週の頭からね。でもおそらくあんまり人は来ないと思いますね。イベントとしてはもうオワコンなのかもしれません。まあ私も実は車が好きですから、東京のビッグサイトでやってんのかな、だから行ってみたいっていう気持ちはあるんですけれど、まあじゃあ行くかって言ったら行かないですね。交通費もったいないし、見たい車は正直ないですね。 YouTube で検索して、そこの、今、ロールスロイスのブラックエディションって言ったかな、あのゴーストじゃなくてレースっていう車があるんですけど、まあ、そんなのがあれば見たいかなとも思ったりもしますけどね。あとカリナンとか、まあ、東京行けば街の中走ってますからね、そういう車も。さあどうなんでしょう、まあ、そんな風にね思うのは私だけなんでしょうか。まあ今日はね、もう東京モーターショーも、オワコンなのかなと思います。もう車そのものがひょっとしたらね、まあ、自分でこう運転する車っていうのもオワコンになる時代がいつか来るのかなっていう気もしますし、でもかたややっぱり自分でステアリングを握ってね、スポーツとして車がこの先も残っていくだろうし、残っていってほしいなとはまあ思ったりします。まあ、今日はねちょっとそんなことを言ってみたくなりました。まあ今日明日ね、お休みの方がほとんどだと思います。まあ、お仕事の方もおられると思いますけど、皆さん良い週末をお過ごしください。あともしね、こんなハーマの、独り言いいなと思ったらグッドボタンいただけると、ハーマは YouTube 活動の励みになります。あとよろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん。